小田急5000系電車は、小田急電鉄が1969年から1982年までの13年間に、渡って導入を行った、通勤車両である。1970年代から1980年代に、かけての輸送力増強のために導入された車両で、4両固定編成15、編成と6両固定編成20編成の合計180両が、製造された。 当初は4両固定編成で製造され、1972年から1975年までは、急戦系の心臓が行われたため増備が中断したが、1976年から増備が再開された。1978年に増備された車両は正式な形式は変更されていないものの、編成が6両固定編成に変更されただけではなく、後述するように、 側面窓構造に相違があるほか、設計変更ではなく新規に車両設計認可を受けていることなどから、雑誌や書籍などでは6両固定編成で登場した車両については5200型と通称される。小田急の通勤車両では初めての新生冷房車となった形式であり、ベース色をケープアイボリーとした上でロイヤルブルーの太体を入れるという、 その後長期にわたって小田急通勤車両の標準色となるデザインを初めて登場当時から採用した形式でもある。また、1900型から続く低運転台の全面貫通型で行き先表示は貫通扉下部、全小刀は上部で、標識刀は左右上部という趣味的に小田急顔と俗称される全面様式が採用された最後の形式である。 長期にわたって小田急通勤車両の主力車両として運用されたが2006年以降は後継車両の導入により淘汰が進められ2012年3月のダイヤ改正をもって営業運転を終了した小田急では編成表記の際には新宿より先頭車両の車両番号量数という表記を使用しているため本校もそれに習い特定の編成を表記する際には 50654、5255 50、6のように表記する。特定の車両については、車両番号から、出波5400番台などのように表記し、本校で、急行列車と記した場合は、準急や急行を5000系とした場合は、登場当時から4両、固定編成だった車両を、5200系とした場合は、登場当時は6両固定編成だった車両を指す、ものとする。 また、2400型は HE 車2600型は NE 車と表記する。1960年代の前半の時点で、小田急の朝ラッシュピーク時の運行本数はすでに1時間30本に達しており、かつ比較的中距離区間の通勤客が急増していた。これに対して、小田急では、急行列車の運行本数の増加を図るため、各駅停車に、 全長20メートル6両固定編成の大型通勤車両であるネイ車を投入し、その分各駅停車の運行本数を減少させることで、急行列車の運行本数を確保するという手法を取っていた。各駅停車の車両大型化が一段落した後は、HE 車などの中型通勤車8両編成で、運行されていた急行列車の大型8両編成化が求められる。 ことになったが、年車は各駅停車向けの車両として製造されていたため、設計最高速度は時速1 0 0トル程度にとどまっており、急行用の大型通勤車を製造するにあたっては、最高速度を時速1 2 0トルに引き上げることになった。また、この時点で、当時の低都高速度交通営団、千代田線との直通運転は決定していたが、まだ乗り入れ車両に関する、 具体的な設計協議には入っていなかった。そこで、すでに HE 社で実績のある伝送品とネイ社の、車体を組み合わせる形で、地上線専用の急行用車両として製造される、ことになったのが5000系である。急行列車の8両編成化のための車両ではあるが、8両固定編成では、運用上の制約が大きく、また将来の10両編成化にあたっても6両固定編成を、 連結すれば、対応可能で手戻りがないと判断され、4両固定編成で製造し、8両編成で運行する際には4両固定編成を2編成連結して対応することになった。小田急の通勤車両では、初めて製造段階で重量編成化を視野に入れて、設計した車両である。本節では、登場当時の使用を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。 更新による変更については遠隔で講述する。5000型は全長20メートルの車両による4両固定編成で、5200型は同じく全長20メートルの車両による6両固定編成で製造された。形式は先頭車が制御車の区派5050型で、中間車は電動車の出派5000系である。車両番号については、 干末の編成表を参照のこと。戦闘車、中間車とも車体長 19,500mm、全長2万 mm で、車体幅は 2,900mm の全金属製車体である。基本的な車体構造は、ネイ車と同様であるが、ネイ車での運用実績を反映した骨組みの改良が、されている。また、当時の運輸省が定めていた。 鉄道車両の防火基準である AA 基準に対応させるため、全体的に出火対策の強化が行われた。正面は貫通型三枚窓であるが、それまでの小田急の通勤車両では、正面窓が外反から一段くぼんだ構造になっていたものを、五線型では見た目の向上と清掃の容易化を図り、外反と同一平面に近づける構造とした。 貫通扉下部への方向膜設置や助手席窓上の種別表示膜設置、貫通扉の脇に手すりが設けられている点については、ネイ社と同様である。1976年に増備された車両からは、貫通扉脇の手すりの形状が変更されているほか、それまでは手動であった正面の方向膜が自動化された。手動方向膜は白地に黒文字であったのに対し、自動化された。 方向膜は黒地に白抜き文字に変更された。1976年の造備車からは大枠株多いが新造時点から設置されたほか、1977年以降の造備車では56新ジャンパ連結機の設置が省略された。側面客用扉は各車両とも4カ所で1300ミリメートル幅の両開き扉である。 1979年の造備車からは、客用扉の外側の柱部分に指挟み、防止安全ゴムが設けられた。側面窓の配置は、920mm 幅、高さ 900mm の二段上昇窓が客用、扉間に二つ一組で、客用扉と連結面の間には二段上昇窓が一つ、設けられ、客用扉と窓の間には幅 285mm の、 トブクロ窓を配置、乗務員扉と客用扉の間には、トブクロ窓のみが配置された点などは、ネイと同様である。1978年以降に増備された5200型からは、側面窓が9000型と同様の一段加工窓に変更された、妻面の窓も二段上昇窓から、固定窓に変更されたが、窓の位置自体は変更されておらず、 全体的に9000型よりも 50mm 低い位置になっている。1980年以降の導入車両では、扉窓及び戸袋窓のエッジゴム固定が廃止され、金属製のお細菌で固定する方法に変更された。車両間の貫通路は 1080mm 幅の広幅で、つまの窓は2段上昇式である。5200型では、つまの窓は固定化されたほか、 車号五千四百番台の車両の新宿側には仕切り扉が設置された。仕切り扉の窓は九百八十一年の造備車までは H ゴム固定で、九百八十二年の造備車では金属製の細菌で固定する方式である。また、九百七十九年の造備車では貫通路の保護装置が試験的に設置され、その後改良型が五千二百系の全車両に、 設置された。種別のみの表示幕種別、行き先を併記する表示幕車体側面中央の客用窓上部には、種別表示器が設置された。当時の小田急では、急行列車では側面にサボを掲出していたが、主に各駅停車に使用する車両であったネイ車や、4000型では、車両限界いっぱいまで車体を拡大する代わりに、サボ受けを省略していた。しかし、5000型は、 名車と異なり急行列車用の車両であることから、側面への種別表示が旅客案内上必須と考えられた。そこで、この時期に、京阪神急行電鉄の車両で使用されていた表示器を参考にして、車両限界を超過しないように、車体内部に埋め込む形での伝承式種別表示器が設置されたものである。この表示器は、あらかじめ黒字に、準急 急行と表記した板を裏側から電球で照らすというもので、正面の種別膜とともにボタン一つで操作できるものであった。1976年の造備車両からは、側面の種別表示器が巻き取り字幕式に変更され、1978年12月に入線した造備車両からは、種別と行き先を併記する仕様に改められた。塗装デザインについては、 ケープアイボリーをベース色として 300mm 幅でロイヤルブルーの帯を倉庫に入れるという塗装が採用された。これは5000系の登場を機に新塗装デザインの検討が進められており、現車確認のためにネイシャ26556の編成に施したデザインが正式に採用されたもので、新造当時からこのデザインを採用したのは5000型が初めてとなった。 この塗装は、その後の通勤車両の標準色となり、青帯については、車体が無塗装のステンレス構成となった線形以降も、継承されている。座席はすべてロングシートで、客用扉間に7人掛け、客用扉と連結面の間には4人掛けの座席が、配置される。名車では収容力増大のため座席の奥行きを 480mm にまで、 縮小していたが、5000型では座面の奥行きを4 0ト、mm、ル拡大して座席の奥行きを5 2 0ト、mm、ルとした座席上の荷物棚については網をアルミに変更した室内の配色は天井が白色系で側壁はグレー系の色を使用したアルミでコラバリとし座席のモケットは青色としたのはネイ社と同様である車内の照明装置は 交流系高灯16本と直流系高灯2本で、直流系高灯は予備と兼用である。5000系の運転台5000系の設計に際しては、経済性を重視した m t 移動数の編成都市、主電動機や主制御機については、HE 社との互換性を保つほか、それ以外の機器においても極力他の形式との共通化することで、 保守の合理化を図るという現実的かつ実用的な方針が定められた。また、乗務員室についても、送風機や熱風式でフロスターの設置、椅子の位置調整機構の変更など、作業環境の改善が図られた。1976年以降の造備車では、機器類が増設されたことを踏まえ、機器配置の見直しと集約化が行われている。主電動機は、 HE 社と同型であるが、のメックス絶縁や TI 溶接など、当時としては新技術だった、耐熱絶縁材料などの導入により1時間低角出力を 135kW に増強した、三菱電機製メガバイト -3039B 型を採用した。主制御器についても、HE 社と同等ながら、機器の集約化などの改良を加えた。 三菱電気製アブフム -188 から 15MD 型を採用した HE 車と同様にバーニア抵抗方式を用いて立六63段、制動55段の多段制御を行う。駆動方式は WN ドライブで波数比は中高速域の加速性能を高くするために90、17イコール5.29に設定したため 軌道加速度は通常時には時速 2.4kmS となった。また、低加速時の軌道加速度は時速 1.5kmS とし、空転が発生した際には自動的に低加速側に切り替わる設定とした。制動装置は HE 社で導入実績のある大荷重機構付け電空併用の HSC-D 型電磁直通ブレーキが採用された。 ネイ社では改正制度が採用されていたが、制度所速の高い急行列車に使用する5000、型においては発電制度が必須であるという、運転部門からの要求に応えたものである。しかし、HE 社のような自然通風式の抵抗機では、制度時に大量の熱気が発生して、乗降客に不快感を与えることもあり、5000型では強制通風式の抵抗機が採用された。 台車は、電動車が、車輪計 910mm、軸間、距離 2200mm の住友金属工業製、FS375。制御車は、車輪計 762mm、軸間、距離 2100mm の住友金属工業製、FS075 である。この台車は、ネイ車で実績のある、アルストムリンク式空気バネ台車とほぼ同様の構造であるが、 前述したように高速域からの制動効果を確保するために基礎制動装置をクラスプ式としたものである。終電装置はデハ5000の小田原寄りに PT42K4 型終電装置を搭載した。1976年の造備車両からは、終電装置枠をステンレス製とした PT-4212SAM 型終電装置に変更された。また、 終電容量の検討結果から、デハ5200番台の車両では、終電装置の搭載は省略されている。補助電源装置は、当初はデハ5000番台の車両に9クバの CLG-318C 型電動発電機を2台搭載していたが、1971年の増備車からは搭載位置が変更され、クハ5050 50番台の車両に140区バの CLG-350A 型電動、発電機を1台、区ハ5150番台の車両には、CLG-318C 型を1台搭載とされた。さらに、1978年以降は、区ハ5250番台、区ハ5550番台の車両とも CLG-350A 型を1台ずつ搭載することになった。電動空気圧縮機は、 両側の戦闘車に C-2000M 型を搭載したが、1980年以降は低層音仕様の C-2000L 型に変更された。このように5000型では戦闘車にも各種機器が搭載されているため、制御車の重量は33.7から33.9トンと比較的重い車両となっている。 冷房装置については、当時 HE 社の区ハ2478において、CU-12 型冷房装置の実用試験が行われていたため、1970年までに製造された車両については試験終了後に冷房装置を搭載することを考慮しつつ、非冷房車として設計した。ベンチレーターは、先頭車では8個、中間電動車では7個設置した。また、 乗務員室直後の戸袋窓についても、HE 社やネイ社と同様に外側を鎧戸とした、通風口とした。1971年度に導入された編成では、8500キロカロリー、H の能力を有する CU-12、A 型集約分散式冷房装置を1両あたり5台搭載、冷風の各班には、各車両4台の扇風機を設置した。これが、 小田急の通勤車両では初めての量産冷房車となった。室内の天井は風道が室内に張り出した船底型である。1971年度の導入車両ではベンチレーターを一部に残しているが、その後の増備車両では換気機能も冷房装置に組み込まれたため、単独のベンチレーターは設置されていない。百七十六年以降の増備車では、 低騒音型の CU-12C 型冷房装置に変更されたほか、送風装置も扇風機からラインフローファンに変更されたため、室内の天井は平ら天井となった。なお、新造時から冷房を搭載した車両では、乗務員室直後の戸袋窓は固定窓となった。1969年10月から11月にかけて一時車として4編成が入線し、 同年11月24日のダイヤ改正から朝、ラッシュ時の急行列車の大型8両編成での運転が開始された。その後、1970年11月9日のダイヤ改正に合わせて、さらに2次車として4編成が、同年9月から10月にかけて入選した。1971年4月19日ダイヤ改正の直前に入選した3次車の4編成は、 小田急の通勤車両では、初の量産冷房車として登場し、最初に入線した8編成についても1972年までに、冷房改造が行われたが、改造車の冷房装置は、改良型の CU-12B 型が採用され、ベンチレーターの設置はされなかったため、最初に冷房車として入線した3次車の4、編成のみが特殊な屋根状危機器配置となった。 1972年からは9000系の製造が開始されたため、5000系の増備は一旦中断となった。なお、特に目立った特徴のない車両であるにもかかわらず、鉄道ともの会により毎年優秀な車両を表彰する制度として制定されているローレル賞の1970年投票では辞典となっている。1972年には、前編成にスカートが設置され、 1974年までに保安ブレーキ装置や列車無線が装備され、保安度の向上が図られたほか、区波5060と区波5160には試験的に電気警笛が設置され、スカートに丸穴が設けられたのが識別点となった。1976年から装備が再開され、40社としてに編成が導入された。 同年には5 0 5 4零5 0 5 8 4 5 0 5 9 4 5 0 6 0 4の4編成に対して方向膜の自動化が行われている。1977年には5次社として1編成が導入されたが、この編成では外観上の識別点として56新ジャンパ連結器の設置が省略されたためにスカート形状が一部変更されているほか、 全面の車両番号表記が間延びしているという特徴があった。1977年7月1日のダイヤ改正からは、急行列車の大型重量編成による運転が開始された。すでに大型通勤車両の6両固定編成には、ネイ車と急線型が存在したが、ネイ車は当時は車両特性型形式と異なるという理由により、 多形式との連結を行わない方針であったため、連結可能な大型6両固定編成が不足していた。また、急戦型は地下鉄直通にも使用されるために、地上線で使用できる編成は少なく、その必要量数も満たされていたことから、地上線専用の大型6両固定編成を増備することになった。1978年1月に5200系一次車。 二次車として三編成が入選した新しい6両固定編成は、すでに運用実績のある5000系4両固定編成を基本としており、形式木派5050系、出波5000型で変更されていないものの、5000系の設計変更という手法を取らずに新たに設計認可を受けていることや、川窓構造の違いや箱根登山鉄道線上の乗り入れの可否などの相違点がある。 同年12月には5200系三次車としてに編成が増備されたが、この時から側面表示器が種別のみのものから種別、行き先を併記する仕様に変更された。1979年に増備された5256、6の編成は前面の車両番号表記が他社よりも高くなっているという特徴があった。この後も1982年までに、 毎年増備が行われ、最終的には5200型だけで20編成が製造された。折しも1982年7月12日のダイヤ改正からは、箱根登山鉄道線への大型6両編成の入れが可能となり、5200型は小田原線の急行列車の主力となった。一方の5000型も江ノ島線の急行列車を主体に運用されるようになっていた。 1984年には特徴的であった5000系3次車の屋根状のベンチレーターが撤去され、1985年から1990年にかけて全車両に都兵保安装置の設置が行われたほか、1989年からは OMATS 装置の更新が開始された。また、初期車の登場から20年前後が経過し、車体や床下電気機器に 経年劣化が見られたことから、1990年からは5000系の車体修理が開始された。車体修理の内容は、車体補修や化粧板や床材、座席か暖房機の交換が主であるが、特に車内イメージを一新することに重きが置かれ、化粧板は模様入りとなったほか、座席モケットの変更、車内端部座席への肘掛け設置などが行われた。また、 側面の表示装置も種別、行き先を併記した仕様に変更された。1998年までに5000系4両編成の車体修理は完了したが、最後に車体修理を行った5063-4では、側面窓が2段上昇窓から上段加工、下段固定窓に変更され、その後五千系の他の編成についても、側面窓が千六十三四と同一構造の ものに変更された。一方、5200系の車両についても1996年度から2001年度にかけて更新が実施された。基本的には5000型と同様の内容であるが、座席のモケットはワインレッドに変更されているほか、車椅子スペースが設置され、扉窓の指示方式は H ゴムから金属枠押さえに変更された。また、年が変わるごとに、 更新の内容も進化したものとなった。具体的には、1997年度の更新からは、補助電源装置がイベット阻止による静止系インバータに変更され、1998年度の更新者のうち52586では、電動空気圧縮機が交流電動機駆動のスクロール式に変更された。さらに、1999年度の更新者からは、 ドアチャイムの設置が行われたが、このドアチャイムは、ヤワタ電機産業製の矢マイナス99,105型で、小田急では5,200型だけに採用された音色となった。同年度の更新車からはデハ5400番台の車両の終電装置を撤去したほか、座席部分の握り棒増設が行われた。2000年度の更新車からは、全消灯がシールドビームに等式に変更され、 2001年度の更新車では、終電装置がシングルアーム式に変更されたほか、車内の車椅子スペースの設置位置が変更された。これらの更新のうち、シングルアーム式の終電装置については、小田急のその他のほぼ全車両に波及することになった。2006年3月18日のダイヤ改正から、5000型についても箱根登山鉄道線への乗り入れが開始された。 この時点で5000型は、小田急の通勤車両では最も古い車両となっており、3000系の増備に伴い、同年からトータが開始された。最初に廃車になったのは1980年製の5259、6からで、同年のうちに5200型は、合計4編成が廃車となった。2007年以降は4000系の増備が開始され、4両固定編成の、 5000型にも廃車が発生した。しかし、この時期の小田急では6両固定編成が余剰気味になっている一方、4両固定編成が不足気味になっているという状況であった。このため、経年の高い5000型を置き換えるべく、5200系の一部を活用することになり、2007年度に5255,6.5256,6.52586の 三編成が四両固定編成に変更され、中間車のデ点5205.52065208.53055306.5308の6両は廃車になった。編成の短縮にあたっては制御装置の限り留置を変更の上、一部機器の移設が行われている。これに伴い、時にはすべて加工窓の車両で揃った5200系の重量、 編成も見られるようになった。その後も3000型と4000系の導入により、廃車が進められ、2009年11月時点では4両固定編成、6両固定編成を合計しても66両にまで減少した。2011年1月30日限りで6両固定編成の運行はすべて終了することになり、同年1月29日と30日には、 5000系重両さよなら運行と題した一般公募の団体専用列車が新宿からから木田まで運行され、北見県尺区から木田出張所では撮影会も実施された。5200型を含む4両固定編成については引き続き運行が継続されたが、その後も廃車が進められ、2011年10月時点では5000系、5200型とも各1編成ずつの合計8両にまで、 減少した。ダイヤ改正前日の2012年3月16日をもって5000型はすべて運用を終了することとなり5255-4は同年1月8日に営業運転を終了。一段加工窓の5200型は全廃となった。残る5063-4については大部分のブランドマークを撤去したほか同年2月16日から 運用終了までは車体にラストランステッカーが掲出され、同年3月16日の本厚木11時21分発、各駅停車相模用の行きを最後に5000系の営業運行は終了した。引退後は5000系、5200型を含めて全車両が解体されており、現存する車両は存在しない。ありがとうございます。